新しい爽やかさを無糖の紅茶からおいしい無糖香るレモン新登場よろしく幸せの紅茶午後の紅茶これで釘打っちゃう、うん、よし、ありがとうございますよーい、スタート話したありがとうはい、ありがとうございます、はいはい、ハリはい、待てよ、待て待て、おさり待て、待て、待て待てよよしおお。かわいいあったけおかわりよしおーよし沢口さん、入られますはい、よろしくお願いします前、はい坂口健太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。作りながら、で、この方で。ひろしさん、この方で。はい。見つめ合ってしまう。はい、よーい。スタート。香りを感じたっていう時に微笑めるといいかな。わかりました。はい。はい。
ありがとう。よーい、スタート。よろしく。ありがとう。シャンプーだった。よーい、スタート。坂口さん、本日の撮影終了になります。お疲れ様でした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 。ロケーションもすごい良くて、ですごい気持ちいい天気だったんで、すごい心地いい撮影でした。その空気感に包まれながら自然ななんか CM が撮れたなって思いますね、ワンちゃんが今回 CM に参加してくれてすごい可愛かったんですよ。あとはやっぱり風はすごく僕がこだわったって言っちゃうとちょっとあれなんですけど、でも監督がこだわってくれてたなってのは思います。やっぱりこうちょっとなびいた瞬間とかなんかそれだけでこうなんだろう、動いてる感じがするというか、止まってる絵じゃなくてこうちゃんと生きてるなっていう感じの演出をしてくれたので、それは自分でもちょっと意識するようにはしましたね、なんかこのロケーションで飲むっていうのもやっぱすごく美味しく感じるというか、やっぱりなんて言うんだろう、少しほんのり香るレモンみたいなのがなんかすごい美味しいな、ちょっと新しいなっていうのも思いました。もともとその美味しい無糖はよく飲んでたんですけど、なんかそれにプラスアルファちょっとアレンジじゃないですけど、なんかまたちょっと一瞬変わった心地よいレモンの香りがして、だからすごい単純にすごく美味しいなと思いながら飲みましたね、なんだろう、お仕事に行く時なのか、例えば学校に行く時なのか、なんかちょっと一口飲んですっきりして、なんかその日の始めてもらえたら嬉しいなって思いますね、なんだろうな、爽やかでいいよとは思ってないですけど、でもなんかまずそういうふうに第一印象というか、やっぱそういうのを持ってもらえるのはすごく嬉しいなってのは思いますよね、なんかやっぱ朝飲みたいなっていうのは一口飲んだ時に感じたんですよね。今もこういうすごい素敵なロケーション撮らせてもらってたんで、でも意外とこうどんな時でも合うだろうし、むしろちょっと疲れて帰ってこう頭がモヤモヤしてる時に一口飲んで、すっきりして、じゃあ何だろう、明日も頑張ろうじゃないですけど、ちょっと大げさかもしれないですけど、でもなんかそういう瞬間もあるだろうな。あとやっぱレモンティーって美味しいですよね。なんか時と場合選ばずって言っちゃうとちょっと大げさかもしれないですけど、なんかいつでも飲める、なんかいつでも近くにいてくれるような感じだなって思いましたね、